放送チャンネル放送チャンネルと縁のコラボスタートです。昇進自殺が燃やされた。あ、今女の人の声聞こえた。もう認めざるを得なかったよね。今なんかはっみたいな聞こえませんでした。二人検証スタートです。放送チューブに社長の力をね発揮してもらってコンタクトね取れると思うんで。今日が検証終わったみたいなんで、私もこれから検証していきたいと思います。比較的今日はあったかいんですけど、あったかいって言ってもねちょっと風は冷たいですよ。いつもよりはマシなんで指がちぎれそうなぐらい冷たいわけではないです。ここはですね、やっぱり事件現場ということもあって、なんかそういう空気感はありますよね。あの2人が検証してる間も、ずっとトンネルの外でですね、なんかカツ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 歩いてるような音も聞こえてたんで、もしかしたら、映ってもらえるかもわかりません。もしこれ会話していただければなと思います。やっぱりね語りかけていかないとダメなんで、私の近くに誰かおられますか。もしおられれば、話しかけていただくか。何か合図を送っていただけませんか。できれば私に聞こえるように話していただけると非常に助かります。何かお話ししていただけませんか。比較的長いトンネルなので、まあ、気長に行きましょう。まあ、本丸はあのちょっとこのトンネルのね中心部、そこが現場になってるようなので、とにかくそこまで行ってみたいと思います。もし、視聴者さん何か聞こえてましたらコメントの方でよろしくお願いします。心霊スポットには珍しくほとんど落書きがないというか、綺麗なトンネルではあるんですけど、まあ、多少ね、やっぱり落書きはありますけども、比較的綺麗にはされています。まあ、新しくね、トンネルができたということで、ほぼほぼこちらのトンネルは使われていないようですが、誰かおられませんか。私と話をしませんか。もしくは何か合図を送っていただけませんか。
何か聞こえたような感じがしたんですけどね。まあ、いろんなところからね、いろんな音が鳴ってるんで、まあ聞き違いもあるかもわかんないですけど、どうですかね。今この辺が真ん中ぐらいですかね。あの、もうちょっとここかな。私とお話ししませんか。もし、姿を現していただけたら、私としてはお話ししやすいのですが、私と話をして何か伝えたいこととかないでしょうか。誰かに何かを伝えてほしいとか、何か話してくれたような気がしたんですけど、気のせいかも分かりません。できれば私でも分かるというか聞こえるような感じで話していただけるとありがたいんですけども、このちょっと暗いところがね、おそらく真ん中に当たると思うので、ここでですね、ちょっと語りかけてみたいと思います。よければお話など聞かせていただけませんか。何か誰かに伝えたいこととかないでしょうか。何か合図でもいいので送っていただけませんでしょうか。肩を叩いていただくとか、もしくは、なんか私に分かりやすいような感じで、水滴かな。ここで亡くなられた方はおられますか。もしおられれば私とお話ししていただきたいんですけども、ここからは、皆さん検証していただきたいと思います。それではどうぞ。今回はゴーストチャンネルはその縁がやっている視聴者さんに、一人検証してもらうという形でやっていただきたいと思います。新しいですね。チェンジチェンジということでチェンジ
ということで皆さんによるエンタイプな一人検証スタートです。頑張ってください。よろしくお願いします。
はい、いかがだったでしょうか。今回のロクロトンネル、円とゴーストと合同でやりましたが、京君はどうでしたか。ここは女性の気配ととても感じるところでしたが、シャイなのかなという印象がありました。お話をしてもらったので、K 君と僕が話を検討したら、急にこう気配がなくなったりですとか、割とそういうことが、ね、多かったんです。女性でシャイってなかなかおらんね。男性の方がシャイの人が多いからね。K はどうですか。いやでもほんま、せっかくね、京子に聞こえる人ですし、力を存分に発揮してもらいたいなと思ったんですけど、ほんまにシャイな人ばかりです。せっかく能力者がね、最強の助っ人がいますので、ちょっと大暴れしてくれたらなと思ったんですが、とてもシャイな。え、でも心強かったですね、やっぱり。なるほどね。スーパービビリな僕でも。俺としては、なんかこう中をちょろ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 動いてるような、生き生きしてるような感じというか、円の方で今日の部屋をやってる時に俯瞰で離れて見てるところでは、足引きずって歩いてるなとか教えたから、普通にこう雨音で、まあ、足音のように聞こえる時もあるやん、まあ、それは足音っぽいんだけど、完全に足引きずってるような、しかも雨の外で、普通に考えたらありえないです、ね、動物が足けがしてたんかな、そういうことなんですかね。ということで、ゴーストチャンネルの検証はこれにてお開きとさせていただきます。では皆さん、今日も一緒に例のポーズで撮りましょうか。はい、お願いします。はい、皆さんもご一緒に、せー、皆さんであの方も一緒に。では、せーの、ゴーストチャンネル。ありがとうございました。絵も見てね。絵もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。怖かったですかね。僕はあんまり怖くなかったですけどね。これからもっともっと怖いところにゴーストチャンネルは行きますんで、チャンネル登録とグッドボタンとコメントもよろしくお願いします。頼みますよ。